正直良かったところ一つ目っていうのは何かというと、やっぱ着てみてデメリットっていうのがあって、まあ、それが何があるかっていうと、もうモンクレールに関してはもう黙って定価で買った方がいいです。はい、本日ですね、正直どう1年経って分かったモンクレールのいいとこ悪いとこをご紹介していきたいなと思います。ということで、僕昨年ね、このマヤっていうモデル買ったんですよ、モンクレールの。なんとその時20万7000円で買ったんですけど、今年なんと6万円値上がりします。26万なんぼっていうことで、全く同じですよ。何にも変わってないけど6万値上がりしてる。まあそれはね、まあいいとこ悪いとこで後で喋るとして、正直ね、皆さんいいとこ悪いとこの前にあったかかったっていうことで聞きたいなと思うんですよ。言います。あったかい。だから今回今年ね、嫁買いました。で、嫁はなんで買ったんっていうと、これ来た時にめっちゃあったかいやんって言ってね、これ私買いたいって言ってね、買いたいじゃなくて買ってほしいっていうことなんですよね。紐解いていくとやけども、でまあ買ってあげたっていうことがあるんですけど、まあそれはいずれまあ紹介するとして、まあそれぐらいあったかいよと。でアフターケアどうと。だって高いの買ったのにそれ壊れちゃったらどうなん。そうなんですよ、僕もすぐ壊れたんですよ。買って1ヶ月ぐらい壊れたんやけど、まあそれがアフターケアもちゃんとしていただいたとか、でも汚れ気になる。だって20万のダウンジャケットっていつ着んのって話なんやけど、そのためにちゃんとコーティングされてるから、汚れなんか気にせず僕新幹線乗ったりとか旅行行ったりとかしてるんですけども、まあそういったところでいろいろ着用していったんで、まあ、それで良かったなって思うとこと、これ微妙じゃないっていうところをね、お話していきたいなと思います。ただその前に1点だけちょっと言いたいところとしてはですね、よくこれ安くてどこで売ってますかとかね、なんか手軽に買える輸入とかなんか正規店とかなんかそういう代理店とかなんかそんなないですかみたいなこと言われたりするんですけど、もうモンクレールに関してはもう黙って定価で買った方がいいです。っていうのもね、これ聞かれたら嫌な思いされる方いらっしゃるかもしれないんですけど、モンクレールってね、維持費も高いんですよ。車と一緒、ベンツってね、買って終わりじゃなくて維持費が高いじゃないですか。あれと一緒でモンクレールも普通のクリーニング出す何倍かするんですよね。だから普通ダウンジャケットのクリーニングなんか2、3000円、3、4000円ぐらいかなと思ったりするけど、これ1万とか超えてくるんですよ。だからもうどうせ買うんやったらちゃんとしたとこで買ってちゃんとクリーニングする。でそれをするには高い値段がかかる。でもそれはもう身の丈に合ったようものを買うしかないんですよ。でなおさらこれから26万27万って値段上がってくれたら、まあ、そうするしかないですよねっていうことで、やっていきたいなと思います。ではですね、まずいいところから言っていきたいなと思うんですけども、着用していきますね。まあ、基本的に僕はいつもフード外して着用してることが多くて、今回これ3っていうサイズ着てるんですけど、店員さんには2がいいって言われたんやけど、まあ、僕は個人的に3の方が良かったんで、結果3にして良かったです。っていうのも2にしちゃうと袖が足りなかったんですよ。今3でもギリって感じなんだけど、2にしたら全くこの袖が足りてない状態だったんで、まあ、3にして良かったなと思うんですけど、まあ、正直良かったところ1つ目っていうのは何かというと、やっぱ保証がついてるっていうところですね。アフターケア、例えばユニクロとかで買ってアフターケアってないじゃないですか。やけど、まあ、これとかやったらもうほんまにね、ジップ、ここに写真が出てるんですけど、ジップがね、ここのジップ壊れたんですよ。で普通ってこれ閉めたら閉まる、で開いたら開く、閉まったら閉まるって感じだけど、閉めてんのに開いてるっていう状態なんて、これってまあファスナーでよくあるあるっちゃあるあるなんですけど、これは別にモンクレールが悪いわけじゃなくて、モンクレールが自社で作ってるファスナーではないんですよね。これはファスナー会社のファスナーを使ってるんですけども、まあ、モンクレールって高いからその保証もあるよっていうことで、結果保証出したらタダやったんですよ。だから無料でできたっていう感じで、ただその代わり送料代だけかかったかな。取りに行くめんどくさいから送ってくださいって言って送料代だけは取られましたけど、まあ、それ修理費っていうのは0円で、修理ができたということになっております。でここで気をつけていただきたいのが、やっぱりさっきも言ったみたいにフリマとかそのよくわからんところで買わんといてくれと、とにかく整理機代理店で買って普通にアフターケア受けてくれっていう話は、なんでかというとこういうのすら受けれないんですよ。だから偽物の場合って、ここにも動画出しますけど、比較動画でね、まあパッと見た感じわからへんなってなるじゃないですか。やけど実際手に取ったらもう全く違うんですよ。で本物を知ってる人っていうのは偽物分かるじゃないですか。けど偽物しか知らん人って、それがそうなんや普通なんやと思うけども、普通の店でちゃんと本物触っておけば全く違うんですよ。だからもうこれ一瞬で気づくと思うけど、持ったことない人からしたら、あ、これモンクレールなんかなって分からんぐらいになってるので、まあ、その辺気をつけていただきたいと。でアフターケアがないっていうことなんで、気をつけていただきたいっていうところが一つ目で良かったところ、アフターケアあったよねってことで、二つ目が何なんかっていうと、ね、品質が非常に高かったっていうところになってて、よくこれ言いますよね、みんな品質がいい、高品質とかいい生地使ってるとか適当なこと言うけども、これ具体的に何が良かったかっていうことなんですけど、まず一つ目っていうのが、今僕こうやって着てるような感じでロンティーの上の1枚羽織るだけで OK なんですよ。で、いやいや嘘つけと、うち普段もうこれロンティー着て、さらにヒートテック中に2枚着て、フリースも着て、最後にダウン着てますよっていう人もいてるんやけど、ほんまにいいものっていうのは軽く終わるんですよね。で逆に、まあ、ちょっと品質の良くないものっていうのは何本も重ね着しないと良くない。まあ分かりやすく言ったら、昔って江戸時代とかで何枚も重ね着してるじゃないですか。あの時でそんな技術がないから重ね着しかなかったんですけど、今ってやっぱり技術があるから、たった1着2着で暖かくできるんですよね、お金を出せば。だからそういう
うところで言うとしっかり品質が保たれている。具体的にどういうことかっていうと、まずはカッティングですね。あのダウンジャケットを作るときってこの型紙みたいなのがあるんですよ。でその型紙通りに切っていって縫製していくんですけど、あくまで平面じゃないですか。でも洋服ってこれ見てください、立体的じゃないですか。でどうやって立体的にするのっていうと、そのカッティングが大事なんですよ。普通に平面的に切っちゃうと前と後ろを縫い合わせただけだったら曲げれないとかってなってくるけど、そのカッティングがめちゃくちゃ綺麗になってるんですよ。なんか体に沿うんですよね。でパッて体手を踊らした時も綺麗に脇のところとかも全く余分なことなくフィットしてるんですよ。だから熱が逃げないので暖かく過ごせる。やけど普通の安いやつっていうのはそういうのが全くないので、ほんまに平面的にカッティングしてるからめちゃくちゃ空気通るやんっていう感じで、ダウンとは言ってんねんけどめちゃくちゃガボガボに空気通ってんでっていうところがねあるので、まあその辺がどうなんかなっていうことで、まあカッティングがまあ素晴らしいなっていうところが、他にもノースエースがいっぱい来てる中でも特にズバ抜けてるのがこのカッティングでした。だから要は着た時のフィット感っていうところですね。でこれは理由は何なんかっていうとカッティングになります。だからパタンナーが相当優秀なんやろなっていうところがね思いますし、まあ優秀当たり前ですけどね、優秀やとは思います。品質の高いところっていうのがもう一個あって、何かっていうとまあやっぱりダウンですよね。中綿のダウンなんですけど、ダウンのねよく皆さんフィルパワーとか、ダウンパワーとかそこばっかり見るんですけど、それだけじゃなくてダウンパワーフィルパワーを最大限に活かす、まずカッティングがあるのが大事なんですよ。だって隙間がめっちゃあるのに1000フィルパワー2000フィルパワー入れたって、まあ2000はないけども全然隙間があったら全く意味ないんですよね。だからカッティングありきのダウンなんで、まあダウン自体も確かフランスのダウンを使ってたと思うので、まあ、最高級ではないんですよ。正直言うと最高級ってこの後デメリットでも言うんですけども、ポーランドとかハンガリーがやっぱり最高級なんですけど、そこまで行ってないけども、なんであったかいのっていうとやっぱりカッティングがいい。でもダウン的に考えても、それはもちろんノースフェイスとかパタゴニアとかまあ比べ物にならんぐらい高いんですけども、まだもっと上のね、ダウン使ってるところって結構あるんですよ。それこそナンガはまあ同じぐらいやけども、ナンガのホワイトレーベルっていうのはもう一個上なんですよ。だからそっちの方がダウンの質としてはいいんですけども、まあそれを感じさせないぐらい、もう最高級のダウン使ってるんちゃうかなって思うぐらいのフランスの、確かグースやったと思いますけどダウンが使われてます。ポーランドハンガリーではないんですけども、そういうところが良かったかなと思います。でその配分がバッチリ、あの腕の量と身頃の量っていうのがちょっと変えてるんですよね。腕は腕でこの肩ら辺になると量減らしてるんですよ。またこの袖口になると多くなってるんですよ。これ理由何かというと袖からの風が侵入しにくいようになってるんですね。で肩の方はちょっと減らしてるから着膨れしないんですよ。でこれモンクレーの店員さんに聞いてもそんなこと知らんって言うと思いますけども、これってやっぱり服作ってるのは分からへんと思うんですけどね、そういう細かいところまで考えられてるっていうところが、配分変えてんのと。そうこの1ブロック2ブロックは結構量多いんやけど、 3C で減らして5、6はだいぶ減らしてるっていうところが来たら分かります。あほんまや、これタクソ言ってる通りやって分かると思うので、そういうところまでこだわられてるんやろうなっていうところが、これどこの記事探しても出てこないですけども、まあ、作ってる人だったら分かるんちゃうかなと思います。ただデメリットあります。こんだけいい言ってるけども、やっぱ着てみてデメリットっていうのがあって、まあ、それが何なのかっていうと、さっきダウンの中綿の話した時にもちょっと出たんですけども、フランスの、中綿使ってるにしてはちょっと高いなっていう印象です。だから要は価格が高いっていう感じですね。でそんなことみんな分かってるっていうことじゃなくて、あの原価から考えた時の販売額が高いっていう話なんですよ。だから例えば20万円でも原価15万円ったらめちゃくちゃ高いじゃないですか。だけど販売額20万円けど原価が確かに5万とか2万とかやったら値段がちょっと合ってないじゃないですか。そんな感覚だから2万とは言わないですけど、原価は正直言って5万ぐらいやとは思います。で今ダウンジャケットってね、最低ラインが確かモンクレール20万円ぐらいからしか買えないんですよ。もう10万円台のダウンってなくて、20万から50万ぐらいの間で買えるんですよ。最安値が20万円台ぐらいで、普通が30万前後で、いいやつだったら40万とか、ちょっと、今期の新作モデルになったら40万ちょっとぐらいしてくるっていう感じなんですけど、じゃあほんまに40何万円の販売値と見合ってるんか、コストと見合ってるんかって言われた時にちょっと割高かなと思います。で理由はね、なんでなんかっていうと、実際問題原価はまあ僕ある程度わかるじゃないですか。で大体こんなもんやなっていうのはわかるけど、日本の販売値はここやけど、フランスの販売値ってもっと安いんですよ。って考えた時に、フランス国内のブランドなんで、フランスのもともとスポーツブランドな、日本でいうとこのデサントみたいな感じですね。デサントも水沢ダウンってやってるけど、日本のブランドじゃないですか。でオリンピックの、ウェアとして作られたけど、このモンクレールもオリンピックのウェアとして作られたのが始まりなんで、まあ、ほんま水沢ダウンみたいな感じなんですけど、フランス国内で買うと、10万ちょっととか20万いかへんとかも全然あるんですよね。だからそれは関税で乗っていってるっていうところで、まあ、もちろん人件費とかも乗ったりしてるので、じゃあ26万がこのマヤに対してね、めちゃくちゃ正しい金額なんかって言われたら、僕はこれしか持ってないですけど、これから見るとちょい高いかなと。じゃあいくらやったらお買い得なんて言われると、だいたい15万円ぐらいやったらこれめっちゃお買い得やなと思ったりするんですけど、26万って言われると、ちょっと迷うねって、僕 YouTube やってなかったら僕ちょっと買わないねって感じなんですけど、
そんな風には思ったりします。だけどちょっと割高かなと思いますね。2つ目のデメリットっていうのは、これ動画残してください。 100% 値上がりします。今後安くなることは絶対ない。だから今年が26万でしょ、マヤに関しては。で来年絶対値上がりします。で再来年も絶対値上がりします。でなんでなんでお前そんなこと言えんのっていうと、海外の物価は上がっていってるし、ダウンは毎年上がってるんですよ。5年前のマヤ見てください。10万円台で買います。えマヤだけじゃない、カナダグースもそう。今カナダグース20万近くしますけども、もともと10万円切ってました。だから毎年絶対上がってるんですよ。だから安くなることは絶対ない。 100% ないので絶対値段は上がりますので、だからこれがデメリットとしてどうなんて言われるとあれないけども、逆に価値上がってるよって言われたら上がってるような気もすんねんけども、まあとりあえず値段は絶対上がると。だから欲しいから躊躇したりしたら、もう来年は絶対値段は上がってる。でも値段上がっててもしゃあないやんっていうのも全然ありやと思うんですけども、まあ、値段は上がってくるよねと。だからおそらく近々30万円以下のものはなくなると思います。20万円台とかもなくなって、30万円以上しかモンクレールはないっていう状態がいつ来てもおかしくないっていうふうに思ってますので、まあ今回で言うと1年間で6万円値上がりしますので、来年もし6万円値上がりしたらこれ32万になってますから、30万円以下はもうなくなっちゃうんじゃないかなっていうところでね、おいおい、わしら庶民からしたらめちゃくちゃきついやんけって感じなんやけども、まあそういうブランドなんでね、その身の丈に合ってないやったらもう買う必要はないし、身の丈に合ってたら買う必要はあると思うんですけど、まあそういうブランドなんじゃないかなと思います。まあ僕もね、こんだけモンクレールのこと、まあ、大したことないですわとか偉そうに上から言ってるじゃないですか。でも偉そうに言うと、お前マヤしか持ってないやろって話じゃないですか。お前そんだけ言っててマヤだけかいって感じなんやけど、まあ、僕自身もね、じゃあもう一着今年買おうと思ってまして、そのいろいろ他にもモンクレールって形があるので、それを知った上で紹介できたらなと思ってて、今回ちょっともうちょっとマットな感じのを買いたくて、ちょっと微妙に形変わったっていうのではなくてね、もう少し大幅に変えたやつを、買おうかなと思ってます。でこれに関しては僕はほんまもうプライベートで買おうと思ってるので、もちろん買ったら紹介はするんですけども、まあいつもね自腹でこうやって買ってるから、まあ好き放題言ってますけどもね、またね好き放題言いたいなと思っております。でその買おうと思ってるやつも30万いかんぐらいのやつなんで、結構値段は高いんですけども、やっぱり僕ね、ダウン系 YouTuber とかダウンおじさんとして皆さんに認知していただいてるから、まあ、ダウン買ってなんぼでしょうと。お前はダウン買って喋っとけと。とにかくダウン買って喋ってたらもうお前はええんよって思われてるから、で、あ、分かりました、じゃあ僕ダウン買って喋りますってことなんで、まあこれからもやりたいなと思います。まあっていうのがね、以上のお話になってて、多分モンクレール持ってはる方からしたら結構納得していただける方多かったんじゃないかなと。いいところで言ったら保証アフターサービスあるよね、クリーニングも出してくれるよね。でそれがねやったらサイズ感なんかフィットしてる、あ、カッティングやってんやとか、ダウンの粉入量変えてんねやとかっていう、部位によって変えてんねや、なるほどなってなったやろうし、デメリットとしては確かに他の15万円ぐらいするダウンも持ってるけどあんま変わらんよなっていうところで、値段ちょっと割高かなって思ったりするのもなんとなく納得していただけるかなと思いますので、今回ね自分が感じたことっていうのをね、皆さんにお話しさせていただいたということになっております。まあもし購入を検討されてる方っていうのは、僕のチャンネルずっと言ってますけど、普通に正規店で買って正規店普通のアフターケア受けてください。でそれができひんやったら買うのはやめた方が絶対いいと思うし、僕もよくね車とかも身の丈に合ってない車は買うつもりないと思ってるので、自分のね価値観に合ったものとか、自分のお金が出せる範囲でね買うのが一番いいかなと思うし、家族にも迷惑かけないかなと思いますので、まあそのことで今回はモンクレールのお話をさせていただいたということになっておりまして、本日はですね、正直どう1年経ってモンクレールのいいとこ悪いとこっていうのをご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。